して清水も前節14,386人と今シーズン最多の入場者数でしたが、今日はそれ以上が予想されています。右から原、高橋、鈴木、よしのり、山原というこの4人のディフェンス。中井のクロスが入ってきました。松井が行く、こぼれた、シュート、これを残します。平川です。エリア内3人。さあ平川得意のドリブル、中へ折り返し、狙い目的温度感を分かって、サポーターからも大きな声援。さあクロスが入ってきた、ヘッジ、こぼれた、シュート。新たにメンバー交代、スタンバイの姿も見えますが、ここはさあ乾が剥がしていく、そして乾のシュート、変わった宮本。さあ厚みを増して右からのクロスが入ってきた、もう途中から出てきた西澤選手のボール素晴らしかったですね。